はい、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。今、メゾンブランシュでは、フォアグラと、ドライフルーツを使いました、コンポート、というものを、まあ、作ってるんですけど、フォアグラを低温で火を入れて冷やし固めたもの、まあ、テリーヌみたいなものなんですけど、それには欠かせない、この何だか分かりますか、こいつはブリオッシュなんです。卵とバターのたっぷり入った生地、もちろんイーストが入ってるんですけど、これで発酵させながら、焼き上げると、こんな感じになります。四角いこういったトーストになります。これをですね、軽く、天火で焼きましてですね、このフォアグラに添えて出すんですけど、この方、特別にこれ作ってくれるかな、作っていただきましてですね、たっぷり内側にはバターを塗って、あと蓋をしてオーブンで焼き上げると四角い可愛らしい、ブリオッシュができます。ぜひフォアグラとの相性抜群ですので、試してみてください。